乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった、星さん。山猿と呼ばれてたクッソアクティブな乙女ゲー好きの JK がガメをベラして破滅フラグてんこ盛りの悪役令嬢に転生してしまうという部分から始まる、クッソ偶性で行動力のある性格によって出会う奴ら全員メロメロに狼狽していくシナリオ。主人公の性格設定が裏飯龍介のような竹を割ったようなカラッとした一方調子の性格をしており、バトルを通じて仲間を増やすというような感じであり、私は前世で山猿と呼ばれたくらい木登りは得意なのよという感じの、認知バイアスが高い世界ではメスが山猿と言われるのは侮蔑だと思われる感じを褒め言葉だと認識するクッソ激烈に優秀なメスであり、作品の読者はほぼこの主人公に共感する性格設定をしている部分がディモールトでね。主人公のメスは将来自分のことを中殺したりする死亡フラグの塊であるヒーロー候補に対して額の傷などかすり傷気にするなだったり、おめえには芸術の才能あっから、そっちで挑戦したらどうだみたいな感じでガンガンヒーロー候補を狼狽するという読んでてとてもあんこがほっこりするし、上質な悪役令嬢シナリオをたしなむことができる名著。